公明明党の平林明です私は自由民主党、無所属の会、および公明党を代表して、ただいま議題となりました令和6年度地方財政計画、並びに地方交付税法等の一部を改正する法律案、地方税法等の一部を改正する法律案について質問いたします。冒頭、元旦に発生した能登半島地震、および翌2日に発生した 航空機事故によりお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに被災されたすべての皆様に心からお見舞いを申し上げます一日も早い復旧復興に向けて党として全力で取り組んでいくことを誓い申し上げますそれでは令和6年度地方財政計画及び日本案について伺います新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが二類相当から 五類に引き下げられ、傷ついた地方経済を立て直していく重要な時期にあるこの時地方自治体における財源の確保は極めて重要であります。そのような中、今回の地方財政計画におきましては、一般財源総額を対前年度比0.6兆円プラスの62.7兆円確保し、その中で地方交付税総額においては、対前年度比0.3兆円プラスの18.7 18. 兆円、 一方で、臨時財政対策債は前年度から5400億円減の4544億円となっており、初めて5000億円を下回りました。このように来年度の地方財政計画は非常にバランスの取れた内容であると高く評価をいたします。そこで総務大臣にお聞きいたします。今回の地方財政計画は、財政健全化をさらに進めるという意味も含めて、どのような考え、あるいは目標のもとに、 策策定されたもののであるのかご見解を伺伺いいいいまますす続ててて子子育政につ公明党は少子化の急速な進行を深く憂慮し、子ども・子育て政策にかねてから取り組みを強力に進めるとともに、経済的支援の強化、子育てサービスの拡充、働き方改革の推進などを盛り込んだ子育て応援トータルプランを、 一昨年11月に発表し妊娠・出産から教育まで切れ目のない支援策を打ち出しましたこの時点での取りまとめに指揮者も高く評価してくださっています政府においてはこのプランを強く反映し昨年6月に子ども未来戦略方針を12月には子ども未来戦略を決定その中に示したのが加速化プランですこれも公明党が強く主張してきた内容です この加速化プランを実行するためには、地方自治体にも相応の負担をお願いすることとなっており、そのための財源が必要であります。今回の地方財政計画では、そのための0.2兆円が確保されている点についても、高く評価をいたします。その上で、加速化プランは、今後3年間の集中取り組み期間において、できる限り前倒しをして実施するものであり、 では6年度のみならず、では7年度、8年度と継続し、また強化していく必要があります。そこで総務大臣に伺います。この加速化プランの実行の中、より一層の充実が求められる地方負担分の財源の確保は重要課題となってまいりますが、今後の見通しについてご見解を伺います。関連して、今回の地方交付税法等の改正法案においては、 普通交付税の目とししててて子ども子育て費をを創設し18歳以下人口を用いて算定するこ,ととなりますこの算定方法は、子育て政策を推進するにあたり、妥当と考える一方、仮に子どもの人数だけに着目をいたしますと、どうしても人口の多い都市部に偏ってしまい、いわゆる地方部に十分に配分されなくなる懸念があります。 都市部、特に首都圏への人口周知を緩和するためにも、また子どもが少ない地域ほど少子化対策に取り組む必要があることなどを考えみますと、18歳以下人口以外の要素も考慮して、地方に対する一定の配慮を示す必要もあると考えます。子ども・子育て費の算定に関する子どもの数が少ない地方の懸念に対して、どのように応えていくのか、総務大臣のご見解を伺います。 続いて、賃上げ前提についてお尋ねいたします。昨年は大手企業において30年ぶりの高水準となる賃上げが実現されました。続く本年は、この賃上げの流れを雇用の7割を抱える中小企業に拡大していかなければなりません。このため我が党は昨年10月、中小企業と賃上げ応援トータルプランを取りまとめ、官房長官に提出いたしました。 その中身は第1に適正な価格転嫁取引環境の改善、第2に生産性の向上、第3に資金繰りという3本の柱で構成されています。とりわけ第3の柱である資金繰りにおいては、賃上げ促進税制の延長、繰り越控除制度の創設などを要望いたしました。ゆいに、に今回の地方税税法改正案において、賃上げ促進税制が、 延長されることとなり、とりわけ資本金1億円以下の企業に対しては、雇用者全体の給与総額が、前年度に対して1.5%以上の増加で控除可能となることが、3年間の次元措置として盛り込まれていることを、公明党としても高く評価をいたします。一方で、地元の経営者、協会などからは、賃上げはしたくても決して容易ではないと、このようなお声も伺っております。そこで 経済産業大臣にお聞きをいたしますこの賃上げ促進税制を含め、我が党の中小企業と賃上げ応援トータルプランで述べた価格転嫁、取引環境の改善や生産性の向上などの方策も併せながら、中小企業の賃上げを今後、どのように後押ししようとしておられるのか、ご見解を伺います。 続きまして、森林環境譲与税について伺います。我が党もいち早く主張してきた脱炭素社会の実現や、防災・減災の観点からも、森林の適正な管理を行っていくことは重要です。そのために創設された森林環境税及び森林環境譲与税は、2019年に成立したものであり、このうち森林環境譲与税については、 気候準備金を活用して先行実施をされ。今年度で満五年が経過をします。この間配分された約一千五百億円の森林環境贈与税は。九百七十億円がすでに活用されましたが。五百億円程度は活用にまだ至っておりません。活用された九百七十億円のうち。およそ五十五点三パーセントが森林整備に。二十一点二パーセントが人材育成に。 23.5%は木材利用・普及啓発に使われています。こうした状況を考慮して、今回の譲与基準の見直しでは、現行制度において、私有林・人工林面積で5割、林業従事者数で2割、人口で3割の比率だったところを、私有林・人工林面積で5.5割、人口で2.5割として、活用実績に近い数字に改定されることとなります。 来年度からは森林環境税の徴収が開始されますので、使用実績に基づいた変更は、納税者にも納得いただきやすいものと考えます。また、修林人工林面積の比率を5%上げることにより、森林整備事業がより一層進むことも期待されます。そこで農林水産大臣に伺います。森林環境譲与税の譲与が、人口から私林 人口林面積に傾くことにより、今後の森林整備に与える効果をどのように考えておられるのか、また木材利活用への影響はないか、ご見解を伺います。以上、令和6年度地方財政計画並びに2法案について伺ってまいりましたが、公明党は今後も国・地域におけるさまざまな課題の解決に、 全力で働いていくことをお誓い申し上げまして、質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。平林議員から3問ご質問をいただきました。令和6年度地方財政計画についてお答えいたします。令和6年度の地方財政計画においては、子ども・子育て政策の強化などに対応するために、必要な経費を充実して計上するとともに、民間の賃上げ等を踏まえた人件費の増加を、 適切に反映した上で、一般財源総額と交付税総額について、前年度を上回る額を確保することができました。その上で、臨時財政対策債の発行を抑制するなど、地方財政の健全化にも最大限取り組んだところです。次に、加速化プランに係る地方財源の確保についてお答えいたします。子ども・子育て政策の強化は、国と地方が車の両輪となって取り組んでいくべきも、取り組んでいくべきものであり、 子ども未来戦略において、加速化プランの地方財源を確保することが盛り込まれています。令和6年度の地方負担については、全額を地方財政計画の歳出に計上し、必要な財源を確保しました。令和7年度以降の地方負担についても、各年度の予算編成過程を通じて、適切に地方財源の確保に取り組んでまいります。最後に、普通交付税の新たな算定費目、子ども・子育て費の算定方法についてお答えいたします。 子ども・子育て費については、子ども・子育て政策に係る基準財政需要額の算定をより的確なものとする観点から、測定単位を18歳以下人口として算定することとしています。その上で、人口に占める18歳以下人口の割合が小さい団体に配慮した補正措置を講ずることとしております平林議員のご質問にお答えします。 賃上げ促進税制と中小企業の成長についてお尋ねがございました中小企業向けの賃上げ促進税制については前例のない長期となる5年間の繰り越し措置の創設によりこれまで本税制を活用できなかった赤字の中小企業でも賃上げに挑戦できるよう抜本強化いたします本税制による賃上げ促進効果につきましては税制の効果だけを取り出して定量的にお示しすることは難しいものの すでに20万社以上に活用されている本税制が、全体の6割を占める赤字の中小企業でも活用できるようになることで、賃上げの裾野の一層の拡大につながると考えます。また、中小企業の賃上げ実現にあたりましては、中小企業が継続的に成長している企業、生産性の向上を支援することに加えまして、成長を志向する中小企業への伴走支援を通じた経営力の強化や、 中小企業のグループ化を後押しする支援策等を実行いたします。さらに、今般、成長意欲が高い中堅企業に対する支援も拡充し、成長意欲のある中小企業が、中堅企業、そしてその先への成長をシームレスに目指せる環境を整えてまいります平林明議員のご質問にお答えいたします。環境、森林環境譲与税についてのお尋ねがありました。 今回の法改正により、令和6年度から私有林人工林面積による上場の割合が50%から55%に見直されることになれば、山間部の地方自治体においては、再造林等の森林整備に向けた安定財源が確保されることになります。これにより、2050年のカーボンニュートラルの実現や、 花粉症対策のための杉人工林の植え替えの加速化への効果を期待しているところであります。なお、これまでの森林環境蒸油税の活用実績の内訳を見ますと、森林、木材利活用等は令和4年度までの累計で23.5%であり、蒸油基準見直し後の人口の割合25%を下回っていること、令和6年度から蒸油総額の増加が見込まれることなどから、 今回の譲与基準の見直し後においても、木材利活用は図られるものと考えております。